やあ、刹那圭介だよ。落書きピーソル。やっていきたいと思います。このゲームはね、学生生活を送る系のゲームなんですけどね、もう何かって言ったらさ、この映画ちょっと気になったんですよ。最近俺、フリーゲーム、映画気に入ったから、このフリーゲーム やりますよ、みたいなことが多いんやけどね。まあそういうことで、まあ、このゲームって学園生活を送る系のゲームらしくてね。だってね、この動画を見てくださってる視聴者さんの中にはね、学生生活、リア充できてないよっていう人がたくさんおられると思います。すごい失礼なことを言うけど、勝手に決めつけます。そうじゃなくても決めつけます。というわけで、このゲームでね、ちょっとね、そのリア充になるっていう気分を体験したいと思うんで、やっていきたいと思います。なんかね、この女の子の名前がこういう感じで変えれるらしいんですよね。このゲームね、あんま説明読んでないけど、まあ、やりながら覚えていくタイプなんで、まあ、頑張ってやっていきますか。元オカルト研究員の私、川上ゴメスが高校3年生になって、早8ヶ月。ゴメスって名前やけん、野球部に入ったかと思ったら、意外とそういう文化系のやつなんやな。追いかけ戦争とか、追いかけ戦争でな追いかけかけながらピキュンピキュンピキュンってなるわけじゃないんやけどさ、文化祭とか情熱の夏を過ぎさ通り過ぎ、名前からして情熱の夏って絶対甲子園だろ冬も深まり、みんな進路も決定してうつらうつらとたるみまくっている。当然私もその中の一人で、最近では授業をまともに聞きもしないあかんやないか。なんだお前、たるみまくっとうけ、お前、靴下の色左右違うんかいな。そういうことなんか、お前。ちゃんとしろや、お前、そこは。ああ、平和な日常、平和ボケしすぎや、お前。この顔が、殴りたいこの笑顔って言えば、このことを言うのか。ああ、穏やかな日々。騒ぐ生徒たちを見ていると青春じゃの、と思う。お前、いくつやねん。グラウンドで運動する生徒を窓から眺めながら支部長を進むのがここ一番の楽しみだババアかお前は。そんな私の平和を乱すものと言ったら、おお、なんかすごいちょっちゅねーとか言ってそうなタイプ。ちょっちゅねーは言わんかやだわーみたいな感じのギャル、ちょっと清掃的なギャルな、清掃的なやけど、ちょっとギャル語が多そうなタイプのが出てきた。間違いなく袋原、珍しい名前やな珍しい名前のやつが出てきたな。袋原か、そよちゃん、そよちゃんって呼べばいいんか。ミュージックプレイヤーだろうミュージックプレイヤー、音楽聴きこんじゃん。これ昨日ついにブチ切れてしまって、音がうるさくないですかこれも大概うるさいな、うざいな、これうるさいじゃなくてうざいやけど、と注意したら、そよちゃんは嬉しそうにヘッドホンを外して、昨日ね、時代遅れのラジカセから最新の iPod に変えたんだよ。だからもう大丈夫。それなりに高音質だ。時代、ラジカセから iPod に変えたって。昨日ようやくって。どんな時代なんこれ。と、自信たっぷりに言ってみたまま、ヘッドホンに耳を当て爆音を流す。こいつ爆音を流しすぎて、聞こえてる言葉がちょっと、違う言葉に聞き取ってしまう病にかかっとんやな。ナムアミダブツ、私が言いたいのは音質のことじゃないんだけど、と言っても聞こえていない。多分聞いてないんだろう。そういう爆音流しすぎてさ、そういうね都合のいいことは聞けんような耳になってしまったやろうな。かわいそうに。結局騒音公害と暴れっぷりは変わらずだ。しかもセヨちゃんは乗るあまり頭を振りすぎているので、浮かずに半径4メートル以外に近づこうものだ。ふふわ、全部飛ばされそうで危ない。何の漫画やこれ。え、グラップラー、バキと間違えたん俺。落書きピースする早いよ。肌のにグラップラー、バキと間違えたかこれ、ゲーム。そして、右隣の席の、今井栄太くんの勉強熱心さも問題だ。だから、二人の名前が、この二人の名前の、珍しすぎてさ、今井エイタっても結構普通な名前に感じてくるな。あれ今井エイタ君、君、グリザイアの果実の主人公じゃないか、君。それか、もしかしたら、コードギアスの主人公かね。え、お前たちは死ねえみたいなことを言うタイプかね。そんな見た目に見えるぞ、君。優等生っぽいけど。
取りつかれたように毎朝青いノートに何かを書き綴っている。あ、これ勉強熱心じゃなくてさ、そういう趣味なんだろうな。それは別に良くないな。それ彼の人生的に将来的には良くないな。それ毎日彼の周りの床が消しゴムの数で黒い絨毯のようになっている。あ、これか、これのことかな。焼き芋包む神みたいな、新聞紙みたいになっとるけどさ、焼き芋包んださ。隣の席の私はそれで苦痛で仕方ない。消しカスはゴミ箱にと言っても治らないというか、私の話を聞いていないので、多分こいつも防音聞きまくってさ、そういうフィルターになってしまったんやろな、耳が。もうかわいそうなやつがもう一人おったわ。のでとうとうこの前消しゴムのカスで足を滑らせて転んだ。さすがに頭にきてエイタ君を睨みつけて再度注意したら、ふっ、消しカスのおかげで怪我をしないで済んだね。いやー、消しカスのせいで滑ったんですけどね。原因を作っておいて、それのカバーしただけですけどね。プラマイゼロですけどね。私の気分的にはむしろ前ですけどね。と半笑いで言われた。うざいタイプじゃこいつ。頭いいけどその頭の使い方間違ってるタイプじゃ。確かに消しカスがクッションになったおかげで怪我もしていないし痛みもない。だけど窓に映ったカスまみれの自分の姿を見たらやるせなくなってしまった。あ、そうか、そういうタイプか。だがこれだけではない。問題児が2人おるのにさらに1人いるというのか。なんとカスの問題児はもう1人いるのだ。カスの問題児って言ったらさ、その人自身がカスみたいに思うけんやめてくれんかね。左隣の席の柳谷翔平くんね、翔ちゃんって、おぼ翔ちゃんってなんか女の子っぽい髪型やな、若干男の子だろうな、名前的に。みなからは翔平平呼びにくいだろそれ、ちょっと呼びにくいだろ、もうなんで文字数増えとんやねん、あだ名。もうさ、ヘイヘイでいいで、それだったらヘイヘイでいいだろう、もう。じゃあ俺ヘイヘイって呼ぶけん、俺だけヘイヘイって呼ぶけんな。クラスで浮いてもいいけん、ヘイヘイって呼ぶからな。私も呼んでいる。翔平平、もうヘイヘイでいいやろ。呼びにくいんだ、俺的には。名前の割に、クォーター、ハーフのハーフ、うん。なんていう、おしゃれな人種で、ちょっぴりだけ、顔がいい。だからちょっと、こういう、ハーフっぽい髪型なんじゃ。まあ、モテないけど、毒吐いた。ちょっと毒吐いたね。でも、顔はどうでもいい。問題なのは、彼が趣味でたしなむ、木彫りのせいで。それは教師が注意しろよ。多分音、美術の教師以外の教師は全員怒ると思うわ、それ。机の周りが数だらけということになるのだ。美術部員の彼は木彫りに精神を費やし、いつもいつも木を掘ってはカスを適当に捨てるので、そこら辺カスまみれだ。クローンゲームすでにカスって言葉は何回出てきただろうか。だから私はある日翔平平に嫌味を言ってやった。ヘイ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 、翔平平の周り木くずだらけだね。ハムスターでも飼ってるの。あ、嫌味なタイプの言い方したんだ。遠回しに。残念なことにハムスターはいない。泥棒猫ならいるけどね。私のナイスな嫌味を交わして、翔平平は悩ましい顔をする。何が言いたいの、泥棒猫って。そして机の中を漁る女子を指さす。誰だこれ。新しいやつできた。泥棒猫が誰かと思ったら新しいやつが出てきた。エチゴパンいただきってか、問題児4人目出てくるパターンじゃないのか。大丈夫かな。泥棒猫戻り、同じクラスで美術部員の橋本伊織ちゃん、伊織ちゃんやな。伊織ちゃんはパンを加え風のように去っていった。それは俺のおやつだ。立ち上がって伊織ちゃんを翔平平、もう翔平平って長生きやめてほしいんやけどな。パンくずだらけにしないでね。私は一人でそうつぶやくしかなかった。話聞かんやつばっかやな、ここクラス。そして注意しても何も解決しなかった。四方八方をカスに囲まれた私はどうすればいいのだ。ああ、思ったんやけどさ、なんで生徒5人なのにさ、机と椅子4つずつしかない。誰か一人いじめられてない。大丈夫かこのクラス。もう不安しかないんですけど。イエーイ、ふう、ごめん。どんどん名前忘れていくよな。俺ゴメスしか名前覚えてないんやけど、君は何だったっけな、何やったっけな、忘れた、ごめん。ドサク、あ、ソヨちゃんな。
どさくさ紛れにそよちゃんまでゴミをポイ捨てよ。唯一捨てなかったやないか、お前。何お前、他の3人がゴミ捨ての常習犯だからってお前も便乗しようやな。そんなところ便乗せんでいいわ。しかも相変わらずうるさいそよちゃんな。うるさいんかそよちゃんな。こら、ゴミはゴミ箱に捨てなさい。お前が言える立場じゃないけどな。本当名前合わせるような名前なんて言うんだっけな。エイタ君じゃないな。エイタ君だけは覚えたよ。ナイス。私の言いたいことを代弁してくれて一瞬嬉しかったけれど、残念なことに君もそよちゃんと同類だ。がくり。しかし、ちなみに2人は付き合ってるんだって。モテてやがって。周一、そして風紀委員長で美術部部長の佐々木周一君も微妙に平和じゃない。周一君だよな。周一、あのイニシャル D の作者さんの名前が周一やけん、それで覚えよう。関係ないけどね。それは風紀委員長のくせに服装違反や紙発色かな、発色の違反を取り締まらないからだ。だから調子に乗った不良が増えた。けどさ、君だって金髪だよね。あ、でもゴメスって名前やけんハーフなんかな。生まれつきの遺伝だとしたらしょうがないよな。ごめんな。この前階段で出くわした時になんでやらないのか聞いたら、俺は今そういうとこじゃないのだよって言いながら上の階の女子の姿を覗いてた。むっつりスケベっつか、むっつりではないわ。むっつりではないけど、もうお前その笑顔すがすがしいなお前。そしてそれを素早くラフスケッチして去っていった。わあ、引く。ただただ引く。この学校の美術部はすごくレベルが高いっていうとおり、能力を無駄遣いするにも程がある。本当だよ。あ、でも後でさ、1枚1000円で買おうかな。しかもわいせつ罪ではないか。あ、まだ出てくるん。クラスメイト結構多いな。山崎凛ちゃんもおっかない。やばい、このパート次のパートまで全員覚えれるか不安やな。凛ちゃんな、見かけは美少女なんだけどヤンデレというか、よくわからない心の病で毎日もう被害妄想に苛まれている。だからいつも武器を隠し持っている。やばい、リュウグウレナみたいな感じの雰囲気の子じゃないか。だけど武器もリンちゃんも結構弱い。武器はなんだ。この前グラウンドでふざけてたら突然リンちゃんがやってきてカミソリを振り上げた。そして追いかけられたんだけど無意味に。100メートル地点の曲がり角を曲がる前に彼女は消えた。どこかに隠れているのかなーって私は不安に思って、逃げた道を逆戻りしながらリンちゃんを探した。そしたらなんと彼女はもともといたグラウンドに倒れていた。病弱。私独自の計算方法でリンちゃんの歩数を割り出したらなんと10歩でパチたことになった。病弱。体弱。リンちゃんをやんでいたから使えサイエンスしなければ問題ないんだろうけど、どうしてか私を友達にされてしまった。わあ、ナイス、よかったね。友達100人できるからの第一歩だよ。だってある日突然私の席にやってきて、ゴメスちゃんはリンと同じ匂いがする。一緒にするんじゃない君。確かに同じアニメに出てきそうな気はするよ。けど違うぞと言うではないか。同じ匂いしません、しません。なんていくら言ってもリンちゃんは少し微笑むだけで何も言わなかった。こんな感じだろ。怖かったので友達と言うことにした。だけどね、だけどね。もうだけどねって2回言うたところが深刻さを増して一挙聞かすんやな。一番平和じゃないのは、平和そうやん。おはよう。おはよう。皇族違反のセーター、弱者かっこ彼氏から剥ぎ取った学ラン、どこの学校のかわからない男子のジャージ、壮絶な戦いで奪い取ったとしか思えない非売品を身にまとい、完全防寒を着も込んでいる新庄奈々ちゃん。奈々。わあ、この子喧嘩強いタイプなんだろうか。5人の先輩を同時にぶっ飛ばした武勇伝を持ち、同級生を眼力で黙らせるのでみんなに恐れられている。全然そうには見えんけど、ノーアルだか爪を隠すレベルですけど。そして悪口か尊敬かわかんないけど、クラスのみんなにはパンチョと呼ばれている。
そんなオーラ全然出てないけどね。裏番なんかな。私は彼女の友達という名の僕だ。しもべだか、もしかしてこれ僕って書いてしもべって読むパターンのやつか。これは、はい、このカバン私のロッカーに入れておいて。この扱い最初は受け入れられなかったけど、最近はそこまで嫌じゃない。うわ、しもべやん。もう完全にしもべ楽しんでるやん。むしろ気持ちよくなってきたのはどうしてだろうか。マゾイだん、ゴメスマゾじゃん。マゾゴメスじゃん。この笑顔だって、私が僕となる、しもべとなることで見られるのだったら何だってしてもいいかななんて思っちゃう。思っちゃったよ。ダメだよ、思っちゃったら。何にやけてるの。そんな暇があったらアンパン買いに行ってくれ、ね、来てくれない。そんな暇があったらで、ね、つなげていいような前後じゃないな、これ文章。科学の宿題やらなきゃいけない。ダメ、アンパンなんて絶対ダメ。麻薬は一度手を染めたら簡単に抜け出されるんだから。言われなくても普通のよ。あんたなんて麻薬の業界用語知ってんの。奈々ちゃんは慌てふてまく私を無視して席に着いた。冷たくされるのってちょっとだけギュンとする。うん、ゴメスも相当性格的にあれなんだろうなって思ってくるね。多分そこに積んでるという名の愛があるからなのかな。違う、君が窓に目覚めてるから。ああ、だけどもっと平和が欲しい。もっと平和が欲しいよ。やばい、これはもう超平和バスターズっていうクラス名にした方がいいかもしれんレベル。っていうか、せめて綺麗な教室が欲しい。平和あってのツンデレだし、安心して窓を眺め渋茶を飲みたいのじゃ。ほんとお前ババアか。ああ、私にもっと権力と地位と力とお金と明るい未来と美しい顔と方便かな、方便な舌と富と名誉と知名度があれば。やばい、どんだけどんだけ欲しがっとんや。翼をくださいって言え、翼だけ願った曲とはえらい違いで、富とか名誉ならば言えないけどってあの人は言うたのにな。教室をきれいにできるのに。科学のワーク終わったけど映す。奈々ちゃんが私にワークを差し出す。ああ、いつもお世話になっております。ありがとう、一生大事にするよ。バカあげないよ。こんなやりとりも平和あってこそ。あれ、何これ。うん、私は奈々ちゃんのワークに挟まっている薄い紙を見つけた。果たし状。何それ。私は紙を広げた。新庄奈々、3日後の放課後7時から3年1組の教室で勝負だ。逃げれると思うなよ。わーお、浦和さん、お疲れ様です。奈々ちゃん、はあ、時々あるんだよね、こういう意味不明な挑戦状がさ。私に勝ったって強さが証明されるわけじゃないのに。バカだよね。武勇伝を持っている奈々ちゃんはそれなりに有名だ。だから彼女との喧嘩に勝てば白伝かな、白がつくのだ。一緒に帰っている時なんか知らない不良の衝撃にあったりする。あかんでないか。やばいやつだよ。いつもは逃げられるけど、逃げられなくなると戦うしかないから戦う。毎回私が努力で逃げられない。ああ。そして奈々ちゃんは勝っちゃう。奈々ちゃんにとっては勝利は敗北。例えば駅じゃないな、絶対狙われるようになるから。番長とか呼ばれているけど、本当は奈々ちゃんは曲がったことが大嫌いだ子なんだよ。まあ、優しいところあるんやな、多分やけどな。こんな挑戦状嫌だよね。私が説明してあげるよ。奈々ちゃんは喧嘩なんてしたくないって。ぶん殴られて終わりだよ。それに名前の書いていない挑戦状ってすごく嫌な予感がする。あんたはどろいから絶対来ない方がいいよ。私に力があれば奈々ちゃんを守ってあげられるのね。うん、逆だ。奈々ちゃんは私が若手にかかるはずだった幸いを全部背負っているんだ。それでもそろそろ金になるよ。そういうことだからその日は一緒に帰れない。そう言って奈々ちゃんを私を追い払った。ああ、意外とこの二人は親友っぽい親友しとんじゃな。私はひとまずおとなしく席に着いた。でもね、私だって奈々ちゃんを苦しめ続けたりしないから。私だって奈々ちゃんを守ってあげるんだから。3日後の放課後、絶対助けるよ。1時間目
さて、この辺で多分セーブ操作もできるかな。できる、できちゃった、右クリックでできちゃった。というわけで、1時間目は何これ、名前決めれるん、ここも。ああ、そうか。そんなとこも名前決めんでもいいような気がするんやけど。よっしゃ、セーブしましたんで、今回はこの辺で、次回からちゃんと授業を受けていきますよ。変人だらけの、クラスメイトが変人だらけやけどな。もう頑張っていきます。というわけで、今回はこの辺で、ご視聴ありがとうございました。週明け。さあ、今回から始まりました。落書きピースフル。ピースフルってついとるんで、何がピースフルなんかなと思ったけどね。全然ピースフルじゃねえじゃん。次回の冒頭にゲーム概要の説明が入ってくるんで、今回のパートだけじゃゲーム全部の内容点がよくわからなかったと思うんで、次のパートもまた見てください。じゃあね。